みなさんこんにちは、しほりみチャンネルのしほです。はい、ということで今回ですね、今回はねセブンで3円分の買ってきたので、早速ねその購入品紹介をしていきたいと思います。ということで1年前2年ぐらい前かなにやったんですよ、妹と。それ以来だね多分。いやー、2年ぶりの私は一体何を買ったのか、どんな違いがあるのか、はい、気になる方はねぜひ昔の動画も見てから、はい、この動画を見てください。ということで早速紹介していきますね。まず一つ目はですねこちらです。こちらの鴨焼きとろ生カスタードプリンですね。こちらプリンを買いました。これめっちゃ美味しそうじゃない？ちょっと待って、本当にもう美味しそうと思って、本当にこれもうね見た瞬間すぐ買っちゃった。あとこれあのこのエグパティシエールってさ、これめっちゃなんかいい卵使ってるって前テレビでやってて、なんかいいって言ってた、美味しいって。これがあるマーク、これこのマークがあるねやつはいい、そうなんだ、美味しいってテレビでやってた。絶対これはね外れないなと思って。あとねもう一個ね、このホイップクリームのミルクプリンを買いました。本当に今日の朝もプリン食べたんですよ、いちごの、うん、最近プリンにハマっててよね私。ね、これをねほら美味しそうじゃない、この色の違い、あーもう美味しい、色の違いってそこ、いやそこじゃないと、うん、なんていうの、でもね2つともなんかいい意味で美味しそうじゃない、うん、美味しそう、美味しそうだよね、美味しそうは美味しそう、食べるのが楽しみですね。はい、次いきます。次はねこの砂糖と糖類ゼロのゼロっていうねチョコレート、ゼロって名前のチョコレートです。これね太らないなと思って砂糖とか入ってないからなるべく太らないチョコがいいなと思って買いました。一個食べてみようか、うん、よし、いただきます。あ、こんな感じのねちょっとちっちゃい粒なこんな感じのチョコですね。いただきます。うんふんふん、なんか思ってた以上に甘い、うーん、ん、待って、思ってた以上に甘い、多分人工甘味料が使われてるんじゃないかな、違う、本当だ人工甘味料使われる、ね、だから甘いんだよね、だからか、うん、いつも私カカオ 72% とか食べてるから、そうだね、めっちゃ甘く感じる。もっとね苦いかと思ってたの、砂糖とか入ってないから、うん、結構甘いです。いや美味しい、久々に甘いチョコ食べた。はい、こちらですね、置いときます。次にですねこちらのミルクアンマー、前も買ったよね。これね前買った時にねもう美味しくて美味しくてたまらなくてね、また買ってしまいました。これガチで美味しいよ、本当に美味しいよねこれ、美味しい、一緒に食べた、本当に美味しかったです。これはこれね、ちょっとねどうなの、美味しいんだよねこれ、なんかふわふわ、なんかねシュークリームのパンパンみたいな、うん、美味しかった、でもカスタードパンみたいな感じの、もっとカスタードじゃないあんみたいな、そうそう、ミルクアンマーなんていうの、美味しかった。ちょっと開けてみてどんな感じかだけ見てみる。そうだね、うん、多分見たらあーってなるかもしれない、袋だと分かんない、よし、袋だな、袋だな、まだ袋だった、まだ袋だった。開けてみますね。そうだね、これが一番分かりやすい、
案外ちっちゃいんだよね。こんな感じのね、うん、でね、こう切るとね、そうなの、こんな感じのね断面になって、これガチで美味しい、あげるよ。ありがとうございます。せーの、いただきます。うん、美味しい。久しぶりに食べた、これ美味しい、うん、美味しいよね。うん、本当美味しい。これなんかしっかりしてるから、ちっちゃくても満足できる。うん、ね、うん、うん、美味しい。ね、このしっとりした感じがたまらんのよ、ほんとほんと。うん、おいしい。やばくない？待って、うん、7時半、うん、食べちゃったやばくない？そうだよね、いつも休日は4時とかにご飯食べて終わるはずなのにね、うん、ちょっとぐらい大丈夫です。今日はトレーニング2倍やりますはい、次行きましょう、はい、まあ、次って言っても最後なんですけど、はい、もう1000円ってあっさり終わっちゃうね。ね、ギリ映るとこ全部食べ物で全部甘いもんだね。ラスト、ラストはですね、こちらです。最後で聞いてください。でも予算1000円じゃん、うん、でこれ買ったら、うん、あとね150円しか残ってなかったで、うん、甘いもの買うにしろ、うん、もう220円とかでキリッキリ足りなかったので、ブロッコリーとポケットティッシュが150円ピッタだったのね。でね、どっちにしようじゃないんだ、大きく。けど、ティッシュの方が学校とかでも使えるし、いいかなと思って、ちょっとね。そうでしょ、ブロッコリーとかやめてほしいな。だからね、ちょっとね、ずれちゃったんだけど、こっちの系統とね、ちょっとずれちゃったんだけど、最後、150円で買ったティッシュですはいということで、うん、最後はね、ちょっとね、予算に合わせて買ったんでまあまあって感じなんですけど、けど、あの前回の動画見てくれた方は分かると思うんですけど、なんだっけな、タコブツみたいなの買ってなかった？タコのおつまみとか、そっち系買ってたんですよ、私前回。もう一気にもう甘党になってるなって思いますね。うん、前醤油とかつけて。でもさ、それだいぶ前じゃない、タコ買ったの。一個前は結構甘いもん買ってなかった？1個前だったっけ？1個前はあれだ、カゴに全部なんか満パンになるのやったね。そうだから1000円はタコブツ、1000円はタコブツ以来やってないか。そうやってなくて、タコブツとか言ってみんなわかんないよね、何のタコブツ。過去の動画にあるんですよ、見てください。あの見つけたら、あの概要欄に貼っとくんで見てください、はい、見てくださいということでね、まあ、タコブツ以来でやったんですけどもうずいぶん甘党になったなって感じですね。もう本当甘いの大好きだよね最近、うん、特に。今日もねスシローに行ったんですけど、あ、ここだけの話ね。スシローに行ったんだけど、なんでここだけなの、全国に知れ渡るわスイーツ2個食べました秘密だよ、ここだけの秘密。みんな内緒にしてね内緒だよ、シホリミっていつも回転寿司行ってるよねっていうのも内緒にしてね。秘密だよ、みんな毎週末行ってるじゃんっていうのも内緒にしてください。そうだ、今日ラーメン屋かお寿司屋で、はい、割れたんだけど、そうですね、リミが最後に食べたい結局リミの意見でいつも回転寿司になっちゃうんですよ、ね、そうなんですよ。そう、まあね、甘いものがあるから、うん、私もそうね、まあそうなんです、いいんですけどね、ですけどね、はいはい、はい、ということで今回はねセブンで約1000円分の購入品紹介をしてみましたということで、それではバイバーイ、ティッシュとお別れ、さよなら、バイバーイティッシュ大丈夫夜7時のテンションです、これからどんどん高くなります、バイバーイバイバイ